사실 이거 진짜 제가 비브가에서 한 회화예요. 안녕하세요. 일본어 교수의 나나입니다. 오늘은 이거 알아들을 수 있으면 중급입니다. 그 전에 제가 팟캐스트 시작했어요. 여러분이 자기 전에 짧게 들을 수 있는 내용이고, 물론 일본어 듣기 연습이 되고, 유튜브보다 여러분이 저를 더 진하게 가까이 느낄 수 있는 내용이에요. 이 동영상 댓글에 링크가 있어서 확인해보세요. 지금은 스포티파이 그리고 아이토키 제 페이지에서도 들을 수 있습니다. 자, 그러면 오늘도 듣기 연습하겠습니다. 제가 지금 피부과에 다니고 있습니다. 거기서 의사 선생님과 회화하면서 이거 일본어 듣기 공부가 되겠다 싶어서 동영상 만들어 봤어요. JLPT 듣기 문제도 두 사람 대화를 듣고 그 다음에 그 내용에 대해 묻는 문제가 있잖아요. 그래서 오늘은 JLPT 듣기 연습이 되도록 이 환자 증상은 무엇인지, 이후에 환자가 어떻게 할지, 그리고 의사는 어떤 제안을 했는지, 이런 포인트에 주의하면서 들어보세요. 처음에는 자막 없이, 두 번째는 일본어 한국어 자막, 그리고 마지막에 해설도 했습니다. 하이, こんにちは。今日はどうしましたか？こんにちは。顔の、特に目の周りに湿疹ができて治らないんです。ちょっと見せてくださいね。いつからですか？もう1ヶ月くらい前です。ちょっと治ったり、また悪くなったりを繰り返します。かゆみはありますか？ある時とない時があります。何かアレルギーはありますか？花粉症です。血液検査ではスギ花粉だけ数値が高いです。ゴムのアレルギーはないですか？ありません。食べ物のアレルギーは？自分で分かっている限りはないです。見る限りアレルギーのようですが、目の下が赤くなって腫れているせいで片目だけシワができたんです。深刻です。治らなかったらどうしましょう？湿疹が良くなれば自然となくなると思うけど、とりあえずステロイドを出しましょうか。しばらく塗って様子を見ましょう。はい、お願いします。2週間薬を塗ってみて、どうなったかまた店に来てください。はい、わかりました。はーい、こんにちは。今日はどうしましたか？こんにちは。顔の、特に目の周りに湿疹ができて治らないんです。ちょっと見せてくださいね。いつからですか？もう1ヶ月くらい前です。ちょっと治ったり、また悪くなったりを繰り返します。かゆみはありますか？ある時とない時があります。何かアレルギーはありますか？花粉症です。血液検査ではスギ花粉だけ数値が高いです。ゴムのアレルギーはないですか？
ありません。食べ物のアレルギーは？自分で分かっている限りはないです。見る限りアレルギーのようですが、目の下が赤くなって腫れているせいで片目だけシワができたんです。深刻です。治らなかったらどうしましょう？湿疹が良くなれば自然となくなると思うけど、とりあえずステロイドを出しましょうか。しばらく塗って様子を見ましょう。はい、お願いします。2週間薬を塗ってみてどうなったかまた店に来てください。はい、わかりました。자갑자기좀어려운단어가나왔죠습진은湿疹입니다湿疹습진이생기다는湿疹ができる湿疹ができる湿疹ができて治らないんです는습진이생겨서낫지않아요治らない는治るえないひょん治る는なった입니다治る治る治ったり悪くなったりを繰り返します。繰り返す는반복되다인데반복되다는그대로번역하면反復する입니다。근데反復する는보통공부나연습때反復練習이렇게만써요。그래서보통繰り返す를씁니다。治ったり悪くなったりを繰り返す。治ったり悪くなったりを繰り返す。かゆみはありますか？라고했는데여러분かゆいいい表現さかゆいぬん아시죠？근데이명사かゆみと많이써요。かゆみがあるかゆみがある。자다음은일본인근민병가훈쇼입니다。곶가루아레르기가훈쇼가훈쇼다음에目の下が赤くなって腫れている입니다。目の下눈밑한국말은노없지만일본어는노가필요해요。目の下目の下빨개지다는赤くなる대형이고赤くなって腫れています。ぶったえている형腫れているぬんみち밝게져서부어있습니다。目の下が赤くなって腫れています。目の下が赤くなって腫れています。다음에片目だけシワができたんです。シワ는주름シワができる주름이생기다。얼굴에생긴것도シワ옷에생긴것도シワ입니다。옷이구겼소는服がシワになった服がシワになったラゴヘヨ。2週間薬を塗ってみてどうなったかまた店に来てください。薬を塗る
또많이쓰죠약을바르다薬を塗る薬を塗る어떠셨나요오늘은피부과에서쓰는듣기연습이었어요사실이거진짜제가피부과에서한회화예요진짜제증상이거든요 이영상이조금이라도도움이되면구독과좋아요부탁드립니다그리고팟캐스트도잘부탁해요그럼또만나요日本語教師のナナでした。さよなら。